疲れてる。あんまり動かすと見てる人疲れちゃうよね。ちゃんと撮れてる。食べてる。じゃあ妹のさ、口青いの撮った人。撮った。今ではマイクラがね、あのね、多いみたいだよ。何？マイクラの実況。それが多いみたいだよ。実況が多いみたいだよ。棒読みじゃん。手が疲れてきた。お兄さんじゃないの？お兄さんで大丈夫？かっこいいお兄さんだぞ。ありがとう。揃ってやる。わ、撮ってるよ、撮ってるよ。撮ってるぞ。大丈夫、編集するから。使えるとこどの辺あるかわかんない。お兄さん、うまく撮れてるよ。本当？でも疲れてきた。カメラっぽい。疲れないの？
やー、ほんと。でもそういうの、ありがたいですね。はい。あ、ほんとですか。はい、失敗しなかった。おっ。リアル系ですからね。そうですね。YouTuber さんは多分若くて、で、まあそれなりのことを発信はしてますけど、リアルなのは発信してないですよね。あんまり言わないですね。結構ザックバランにおっしゃるから。ママ、ここの名前なんていうの。そんなにリアルには。お兄さん10になったよ。ほんとなんか、え ?10 になったよ。マジ？うん。まあ、もうちょっとね。10、結構リスキーな発信をしてるとは思うんですけど。若い子がやってるようなやつだと登録者数が増えるんですけど、しかも有志さん向けなので、うん、他の人向けないからちょっとね、全然入んなくなったんで、お客さん少ないんですけど、お兄さん入んなくなったんだけど、え、入んなくなったか、お兄さん、はい、すごい映れてる。立ち上がりがつくとかが違います。と小さい子でも使えます。あまりそんなガッツリ当てないですけど、そうですね、あの一緒ですけど、結構あの主演とかじゃなくて、ほぼいいかなって感じがします。やっぱ市販のやつと美容室さんで、はい、13になった。お兄さん13になったよ。やっぱりそうですね。お兄さん13になったよ。お、13になった。うん、13になった、13になった。ちょっともう少しで13になりそう。このやつは、製剤っていうのは、お姉さんに飴もらった。強いやつ使って。2個だけね。ドラッグ。でオーガニックでもですね、海面活性剤は弱いんですけど、活性剤がその分泡立ち悪いから量多く使ってたら市販のと変わんないじゃんって話になっちゃうんですね。でもこれはあのお水が多くて活性剤も弱くて少ないので、より安全なシャンプーっていうのが売りですね。一番いいのはそこだと思います。一番のゴール地点は活性剤が一番弱くて、弱いから優しくて、さらに活性剤をあんまり使用してない保湿成分とかがメインで使えるシャンプーっていうのが、それで泡立ちもさらにも冷たいシャンプーあるっていう感じが、ね、やばいな、私高すぎるしよ。今の毛穴をちゃんと拭いてるの、毛穴呼吸してんのバレる、毛穴どこだ毛穴どこだ妹の毛穴。お兄さんの毛穴。俺嫌だ。ちょっと妹の毛穴やって。
とみんな危ないから爆発するからちょっと離れて。爆発。やめて。やめて。爆発するからちょっと。爆発やめ。爆発になっちゃうよ。離れて爆発するから。ママの毛穴。ちびまる子ちゃんのお母さん。宿毛をかけてビビリって消すぎてるじゃん。あれって消す気があるんですか？それも美容師なんですか？難しいです。そうなんです。ビビは例のほっぺ例のほっぺしか見えない。よだれまで青くなってる。あともう少しで20になる。おお、面白そう。なんかまあそういうのね。あ、ぜひマッティリアさんの人を見たいです。私生で見たことない。父さん出てくれないと会ってみたいんですけど。え、トモさんって誰？マッティリアで、ね、あバイク乗ってる人。三輪車のバイク乗ってる人。見たことある。見たことあるの？ないよ。見たことあったらすげえな。来年レンちゃんお世話になるヘアドネーション。そうだよ。来年も。来年もレン。ここら辺でいい。やめて。やめろつうたらやめろ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 。